まず中国への対応を含め、国際社会が直面するさまざまな課題への対応で緊密に連携をしていきたいと考えております。東シナ海、南シナ海における力を背景とした一方的な現状変更の試みに強く反対する、こうしたことでは一致をいたしました。またこの香港情勢やこの新疆ウイグル自治区の人権状況についても深刻な懸念、これを共有いたします。こうした二国間協力の深化を背景に、本日オラフとの間で次回2プラス2の早期開催を含め、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、引き続き日独が緊密に協力していくことを確認いたしました。